ニュースまぐびです。2022年には外部の学校へ進学される秋篠宮ご夫妻の長男悠仁さま、進学先の有力候補として東京農業大学第一高等学校の名前が挙がっています。宮内庁関係者によると、秋篠宮さまとお二人で農大一高の文化祭を見学されたようです。生物部の展示を興味深く見学されていたそうですとのこと。しかし皇族方の進学先としては庶民的だと見られる意見もあるようで、別の関係者は紀子さまの本命は筑波大学附属高校ではないでしょうか、偏差値はトップクラスで格式の高さでも知られますと明かしています。ニュースマグビ